学校は、秋田県大仙市大局金谷町に所在する公立の農業高等学校。通称は、大農。1893年に、秋田県人城中学校農業専修科として、開校。農業クラブ活動が盛んで、大農祭では、全校生徒が仮装して、対局の町を練り歩く、仮装行列などの催し物が開かれている。 秋田県立農業科学館と提携し、育てた古町欄の展覧会を開くなど、県民との交流にも積極的である。毎年の就職と進学の割合は5対5程度であり、進度決定率は毎年100%を達成している。上場企業へ就職する生徒も少なくない。また、普通科目と専門科目の履修バランスが良く。 国公立大学への進学者数は毎年10名程度である。大脳では農業クラブと生徒会をくくり、一つの組織として学校を運営している。その活動は活発で、特に文化祭の一環として行われる仮想行列は、当日には大曲駅から大脳まで続く、花火通り商店街には多数の観客が訪れる。 毎年、仮想行列の先頭では吹奏楽部によるパレード演奏が行われる。文化祭では毎年新しい行事に着手し、日々進化し続ける文化祭である。準備期間中には、校内放送を使用し、音楽を流すなど、全校生徒が一致団結するよう工夫をしている。例年、約2000人にも及ぶ来場者が訪れる。また、大仙警察署と提携し、 街頭犯罪抑止モデル校になるなど、犯罪撲滅運動にも、積極的である。2003年7月22日、柔道部活動で監督と寝技の練習をしていた。男子部員が締め技をかけられ何度も、参ったスルも監督が技を繰り返しかけ続けた後に、意識を失い病院へ搬送、同日午後に死亡が確認、司法解剖の結果、急性心不全とされた。 2004年3月、指導を行っていた監督は、業務上過失致死容疑で、刑事告訴され、権威不十分で不起訴。2005年1月、生徒遺族が、練習中の締め技が、死亡原因に至った可能性があると、県を相手取り、契約6500万円の損害賠償を求める民事訴訟を、秋田地裁に起こした。2006年9月8日、秋田地裁にて、 生徒の両親が県を相手に損害賠償を求めている訴訟の第1回口頭弁論が開かれた。県側は答弁書で元監督が締め技を繰り返したことや、生徒の死因が窒息死であるとする因果関係を否定。2007年10月16日、秋田地裁にて県が両親に謝罪し、和解金1250万円を支払うことで和解。ありがとうございます。